茨城県日立市助川町4丁目5丁目付近に今来ています。目の前に見えるのは、御殿山団地という、日立市営の、アパートがあります。この界隈ですね、ちょっと坂が多くて、雨が多いこの梅雨の時期とかになると当然、山の上から、雨水が流れてきます。その際に周りのゴミなどと、混ざった卵巣が、道路の隅の方に堆積しているので、今日はその、卵巣がどのぐらい、放射性物質があるのか、調査してみたいと思います。では見てみましょう。今この道路の端ですね、この歩道のコンクリートの下を見ていただければわかるんですが、こういうところに、雨水が流れていくような仕組みになっています。したがってこの界隈には、ゴミと混ざった卵巣などがたくさんあります。それでは今測定器を置いているので、どのぐらい、放射性物質があるのか、この場所は何ベクレルぐらいあるのか早速見てみましょう。ちょっと光が反射して見にくいんですが、1平米あたり約1万3000ベクレル、1平米あたり約1万3000ベクレルあります。今歩道のコンクリートの、測定をしています。この歩道にはどのぐらいの放射性物質があるのか、何ベクレルぐらいあるのか早速見てみましょう。若干見にくいかと思うんですけども、1平米あたり約1万2000ベクレル、1平米あたり1万2000ベクレルぐらいの放射性物質があります。今歩道のコンクリートの、測定をしています。この歩道にはどのぐらいの放射性物質があるのか、何ベクレルぐらいあるのか早速見てみましょう。若干見にくいかと思うんですけども、1平米あたり約1万2000ベクレル、1平米あたり1万2000ベクレルぐらいの放射性物質があります。